これ次僕が違うこうか。なんかこう。何でも。こうある日地球がありました。地球っていうかあの火星。これ火星？火星です。じゃあ。じゃああれやろ。やっぱあれ。でじゃあこいつこいつあれあの探査機探査機行って火星を調査しに来た。ああなるほどなるほど。で実はなんですけどこの探査機とちょっとこうここら辺であのこういうスライムが生きてたんですよこう長押しすると塗る？いや塗らない。あ塗らないんだ、うん、じゃあこうスライムスライムがかわいいじゃん。あのちょっとめんどくさいなんでこう全部塗りつぶします。ああ、okay. スライムが、あれシェイプはなんだこのぼかし。あじゃあいいかな。スライムが あのシェイプかこれこれこういうことこれかな。スライムがあのこうやってこう幸せに暮らしてたんですよ。こうはい音符マーク。ジャパンじゃんこれ。面白いじゃねえかこれ。これ面白いでしょ。それでそれでどうなんだ。これどうなるかっていうと、でこの探査機はですね。あのこのスライムの行方をこう彼がどうこれから生きていくかっていうのを調査してるんですけど。あ調査してたんだ、はい、そうそうそう。なるほど。ここにですね、あちょっとこれやだな。ここにですねあのなんかあのお化け魔法使いがいるんです。あ魔法使いなんだ。あ魔法使いっぽいでしょ。でこのまがまがしい紫色をしたこの杖、うん、もう強そう。強そうでしょ。うん。でひとたびもう彼がこう杖をトントンってやるとですね世界はねこう真っ赤に燃え上がるわけですよ。トントン。はあ。うわあ。わあ。わあすげえ。どうやったのそれ。どうやったの。どうやったのこれ。このああこれでできるんだ。これなんか囲まれてるとこならちょんちょんってやるといけるの。ああなるほど。例えば輪っかの中とかいけると思う。ちょんちょん。うわでもあれでしょあのあれそのあれ色はどこ行ったの。色消えたね。どこ行ったんだろう。これは何なの。これ何なのこの。あこれ邪魔な時に。ああ全モードね。あえめっちゃいいじゃん。でもやっぱりねある日そのあじゃあその前に、うんあのこのスライムはですねこういうせっかくこういうあこういうこう目があれ緑になんない炎の力強いねやっぱ。あできたできた。こういうふうにできるんでしょ。もうこうか。あれなんで？緑の力、赤の力が強いわやっぱ。あよし。このスライムがね、この油中？
いや危ない、危ないか、いやこいつがこう動かせる、これそれ消しゴムだよ、それ。え、消しゴムなの、これこれ、ああ、一回戻すか、じゃあ戻す、戻す、時を戻した、時をちょっと戻します、はい、このスライムはね、ドゥンってやって動かす、あれ繋がってない、もしかしたら、よっ、あ、どこ行った、どこ行った、スライムちょっと待って、もう一回、もう一回やろう、スライムちょっと恥ずかしいんで、こういうこういう回ドゥンってやる、あれ、うん、あれ、ああ、何、何が起きてるの、まあとりあえずスライムがね、じゃあちょっとこいつだけ変えるか、スライムがねこうこういうやつとか食べちゃうんすよこれ食べちゃうんすよ、目を、こうやってね、げつないやん、そう食べてたんですよ、困ってたんですよ、多分魔法使いが、あ、そう、だから魔法使いこんなんしたんや、そう、だからちょっと若くしちゃったんだよね、そういうことか、うん、でも収まらんのやな、収まらんの、そうそうそう、ずっと食べちゃう、じゃあもう探査機ちょっと出番やん、これこいつ、じゃあタンサキでかくなってるね、でかくなってる、ちょっとでかい、ああこっち側に来てんだでしょ、遠距離のあれで、そうそう、これ違う、あ、やべ、あ、これってレイヤリングもできるの、レイヤリング、うん、もう一つのレイヤーってできるの、あ、いけるいける、ちょっと切れてる、これ切れてるから、やべえ、探索超でけえ、魔法使いがなくなった、うん、もう超切れて近づいてきてる、近づいたか、ほらで、言うね、ちょっと、まあ、こう、あ、やばいな、これこれ繋がっとらんといいね、繋がった、うん、繋がってね、こっちか、でちょっと一言言ったろうと思って、調子乗んなよって、ああまあそうよね、調子、でも白じゃん文字が、ああ変えることできないんだ、あ、調子、最高じゃん、調子乗んなよっていうのを言いに来たんですけども、はい、実はこちらの世界でこれ無理だ、もう一個、うん、もう全部同じレイヤーにしちゃったから、これ無理だ、 こいついける、これ、これ見えてるか、これ、ちょっと分かんないよ、くなっちゃったので、お願いします、はい、あ、まあ調子乗んなって言ってけど、あ、あ、へえ、何をしました、いや、レイヤーを増やしたかったんだけど、ダメだったんだ、2枚までとりあえず終わりです、はい